はい、カズマサです。今回の動画はこちら、ヤフオクでメダカの卵を購入しましたので、こちらを成長させていきたいと思います。ヤフオクでメダカの卵を購入して、このね、袋で来るのは初めてです。普通は猫ポスとかね、宅急便コンパクトとかそういうので来るんですけど、こんな感じなのは初めてですね。そして中身はね、もういつも通りのアルミに巻かれて、中はね、タレ瓶といった感じですね。中はメチレンブルーで、卵もね入っているのが確認できますね。今回は10粒程度なんですけど、こんな感じで黒くなっているので、ほとんどがね、目をつけているのかなといった感じですね。10粒だったので、結構ね、孵化率が高くないとかなり厳しいかなと思うんですけど、こちらをね、育てていきたいなと思います。購入したのはまだね、そんなに暑くない時期だったので、特に心配はしてないんですけど、今の時期くらいからね、だいぶ暑くなってくるので、これぐらいの大きさだとね、少し不安なところがありますね。水量の小さいタレ瓶だと煮えてしまって、メダカの卵がね、全部ダメになってしまうということに、ね、なりますので、これからの時期だともう少しね、大きめのタレ瓶がね、無難かなと思います。ということで、このね、卵の状態を見ていきたいと思います。だいぶね、黒いのが見えるので、状態はいいのかなと思います。卵の状況としてはこんな感じ。もうね、目が生えてますけど、これ1匹孵化して落ちてるのかゴミなのか、ちょっと分かりにくい。落ちてますね。孵化して落ちたのが1匹いますね。あとは全体的に孵化する直前なのかな。もうだいぶね、体も出来上がってるように見えますね。今回は無精卵はなかったんですけど、1匹ね、ダメになっていたという感じですね。あと全体的にメチレンブルーがね、卵についてますね。メチレンブルーの殺菌作用を高めるには光がね、必要になりますので、メダカの卵の輸送時のメチレンブルーはあまりね、期待できないと思います。ただね、メチレンブルーが入ってない状態でね、送ると受け取り側が不安を感じるので、自分はね、入れるようにしてます。あと卵をね、入れるときはできるだけね、新鮮な水を入れるようにしてます。そのまま入れるとカビ菌もね、一緒に入ってしまうので、新鮮な水で送るようにしてます。はい、というわけで今現在ここで育ててました。このね、黒いこの広い容器で飼育してました。いやー、ちょっとね、まだ品種名を言ってませんけど、これはね、闇を感じますね。育ててる段階でもうね、違和感しかなかったんですけど、こうやってね、撮影するともう違和感ですね。本当、卵は10粒だったんですけど、実際に育ったのは4匹といった感じになります。孵化率がね、悪かったですね。飼育している段階で落ちる子はね、いなかったんですけど、まあ10分の4といった感じで、全てをね、孵化させることはできませんでした。はい、こちらが上身となります。皆さん、この品種何か分かりますか？1匹はね、がっつり体外光出てます。そして他の3匹はね、ヒレが青っぽくなってますね。自分が購入したのはクラミツハを購入しました。いやー、クラミツハと似ても似つかないメダカがね、届きましたね。
そしてこのねメダカの特徴を見るとミックスなんじゃないかなと思います。左側の1匹右側の3匹もう全然ね表現が違いますし、右側の3匹はね同じ品種なのかなとは思ったりします。左側の白い子はね普通に綺麗ですよね。いや他の3匹もね非常に綺麗なんですけど、まあ、今回はねクラミツハ購入してこれですからね。そして出品者の方にちょっとね聞いてみました。まあこんな感じで質問してみたんですけど、まあ、もちろんね返信はありませんでした。この出品者の方今現在ねクラミツハは出品してません。出品しているのはミッドナイトフリルになります。もうね典型的な詐欺師ですよね。話題のメダカや最新品種の画像を、まあ、インターネットとかからね撮ってきて、それをね出品画像で使って、で出品しているのは実際はねミックスメダカといった感じになります。そしてその詐欺師は福岡県から出品してますので、まあ、ミッドナイトフリル福岡県でねピンときたら、まあ、それはね詐欺師ということなので、実際ね購入しようと考えている方は気をつけていただきたいなと思います。そしてこのメダカフィッシングワイドフィンですね、何気に面白いなと思いました。自分はヤフオクやペイペイフリマで購入する卵を育てたらねほとんどミックスの方で育てるんですけど、今回もねミックス用に購入しました。なのでもうね悔しいとか、まあ、詐欺にあったとかいうね感覚はないんですけど、まあ、こうやってねメダカを実際育ててこういう感じで育っていくのっていうのはね非常に楽しいなと思ってます。今回はクラミツハを購入してこういう感じでね育ってとはなるんですけど、まあ、非常にね育てるというのは楽しいですよね。この子たちは今現在ミックスの容器で泳いでもらってます。ミックス容器今ね新しく変えました。ミックス容器をね見る時間っていうのは一番長いので楽しめるようにねしました。その動画は次回ですねお届けしようと思います。ぜひねその動画も見ていただけると嬉しいです。まだねチャンネル登録してないよと言われる方はこの機会にねぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちいただければなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はヤフオクでクラミツハの卵を購入して育てたら全く違うメダカになったといった動画になりました。メダカの卵詐欺久しぶりに引っかかりましたね。ヤフオクやペイペイフリマでメダカの卵をね購入するときはぜひね気をつけていただきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。